はい、みなさんこんにちは、ふみやみのふみです。今日はこんな感じでスタートです。今日何するかと言いますと、今日はね、ジュメロの秋の服を使ってふみなりな秋コーディネートを組んでみたので、それを紹介したいと思います。なんか私服も混ぜてやりたかったんやけど、私服を全く今買ってないんで、私が最近買ったジュメロの服だけでちょっと紹介していきたいと思います。ではまずは1着目から早速スタート。はい、このトップス去年もジュメロで販売しててすごい人気あったんですけど、今年もです。めっちゃ可愛い。これちょっとオーバーサイズやね。これを取るとこのくらいのオーバーサイズで、まあこういう感じで着ても全然可愛いんやけど、私は足がね、身長低いから短く見えたら嫌やから、前だけちょっとインします。前だけインしたらまたちょっと違う感じになります。で、コーディネートがなんかデニムとロンティーでシンプルすぎて嫌とか思ったら、こういう感じで小物でアクセント、小物とか帽子を使うことでおしゃれさをアップアップ。今季はハットが、こういう感じのバケットハットがむっちゃ可愛いかなって思います。これは黒とベージュがあるんやけど、今はこのトップスに合わせてベージュをかぶってみた。裸足やけど、パンツはこの一番使いやすいテーパードのデニムです。これジュメロから販売してて、黒とクリーム2色あります。アクセはシルバーアクセな感じです。はい、じゃあ次のコーディネートに行ってみよう。 GO！2着目です。このコーディネートはこのフラワーとふみとあめが今回作ったこのワンピースなんですけど、これガウンにもできて、ちょっとガウンで着るかもすごい悩んだんやけど、今日はシンプルにこういう感じで着ました。これは V ネックやからガウンとしてもすごい綺麗に着れるんですけど、ふみがこれからの季節おすすめしたい着方が、はい、こちら。これもジュメロで販売予定されているパーカーなんですよ。こういうワンピースはパーカーと合わせたらマジで可愛い。あ、ニットとも可愛かったんけどな。うん。でもちょっとふみっぽくパーカーにしてみますね。はい、こんな感じでーす。こうやって着てもめっちゃ可愛いし、長く着れる。今からの季節から、秋先、冬になったらこの上にアウター、ダウンとかでも可愛い気がするな。ちょっと飛んだ。こういう感じでさ、パーカーと着るときはちょっとさ、若い感じの髪型にしたくなんねんな。なのでちょんまげ団子。アクセはこんな感じです。シルバーが好きやからシルバーばっかつけてまう。じゃあ次は3着目。はい、最後3着目のコーディネートでーす。最後は私の最近のハマり、なんかモノトーンな感じと大人っぽい感じ。なんか私最近すっごい黒いパンツにハマってて、スラックスとかも黒に真っ白のブラウスとか、黒にこういうサテン生地のブラウスとかを合わせるのに、合わせるのが大ブームを着てまして今。てな感じで今日はちょっとかっこよく髪の毛もカチューシャとくくって、ちょっと大人女子っぽい感じをしてみました。で、ここはしっかりこう鎖骨を見せることでより大人っぽく抜け感を出してみました。このパンツはワイドなのがむっちゃ可愛い。ほんまになんかスラックスって結構こうテッパード調が多いんやけど、この形がマジで可愛くて、
結構ほんま何でも合うねんな。でウエストはちゃんと絞ってくれるっていうのがもう理想系すぎて、最近はこのパンツばっかり履いちゃってます。髪の毛はもうめんどくさい時はカチューシャでグイッと上げて結んだらちょっとかっこいい感じになるかなと思いました。どうかな。はい、ってな感じで、1着目はなんかちょっとポップな感じ、カジュアルな感じで、2着目ワンピースで、3着目はこういう感じでちょっと大人っぽい感じ、なんかいろんなパターンを紹介してみました。全部実際に私が最近着てる服たちばっかなんで、よかったら、ジュメロのサイトをチェックしてもらったら同じものがゲットできると思います。はい、じゃあ今日も見てくれてありがとうございました。この動画が面白かった方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あとインスタグラムにも日々のコーディネートやったり生活を載せてるので、こちらのチェックもよろしくお願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。